レミア席ですか。はい、いやー、よかったです。よかったですね。堪能してください。ありますので、前の座席の下においでください。はい、いつもよりスリッパですね。この湯を開けた時に手荷物が出る程度の彼らありますので、固めないようにお願いいたします。今日機内の物入れには限りがあります。エアバスでした。座席番号に関わらず、空いている物入れに手荷物をお入れください。ね、安全のため、収納できない手荷物は貨物室でお預かりする場合がございます。ここにスムーズな登場のため、お席の間に一度お入りいただいてから手荷物の収納をお願いいたします。リモコンですね。リモコンがありまして、新型コロナウイルスで、これがリクライニングですね。で、これはここにね、ここにスイッチがあるんですよ。開けてこのスイッチを押すと、こう上がってくると、ずっと押すみたい、ずっと押すみたいですね、これボタンを。こう自動的に上がってくる。すごい。へえ。ちょっとめんどくさい。ちょっと遅いですね。ちょっとめんどくさいですね。で、これをこうやったらモニターが出るという感じです。ちょっと角度も少し変わります。なるほどね。で、これも立ち替えとなってます。で、こっちが通常の、はい、テーブルですね。で、独室灯がここにあります。で、枕が動きます。いつものようにアルコールシートもらいました。どうですか、普通のプレミアムシートは。広いですね。広いですか。金持ちになった気分です。よかったですね。最高です。初ありがとうございます。すごい広い。足の広い。ご案内いたします。ただいまから足組んでも全然楽です。安全乗車を行います。恐れ入りますが、お手伝いが来ない方は乗せ方をお伝えください。それでも引っかからない。なるほど。すごい。キャビンアテンダントウィルコンダクト。これがヘッドホン。ヘッドホンですね。で、こっちが多目的用コンセントになります。お客様にご案内いたします。引き掛けテーブル。よっしゃー。ここから加速だ。
開けた時にお荷物が揺れ入れる恐れがありますのでお気をつけください。この先電波を発する電子機器もご使用になれます。座席上の手荷物を取り出さず席にお座りのままお待ちください。皆様のご協力をお願いいたします。着いたぜ。ありがとうございます。本当にお待ちしております。はい、バスさん、バスさんお披露目だよ。はい、どうでしたでしょうか。エアバス321で広島急行から那覇空港に今到着しました。はい、2人とも無事で到着しましたね。今から那覇市の、ホテルに向かって明日明後日ダイビング三昧で行きたいと思います。それではまた、バイバイ、またね、会いましょう、また会いましょう。